こんにちは、たくみです。今回はタイの南東からお届けします。今回もバイク2人乗りの超楽しい旅になりそうです。はい、ということでこのチャンネル恒例の2人乗りドライブですね。ここはこういう名前のビーチなんですけど、南東のメインのビーチでは全然なんですね。ちっちゃいビーチの一つです。あっちにはこれが多分海島じゃないんですかね。海島が見えてて綺麗な夕日と、あっちに他の浮島なども見えますね。いや、この世の絶景という感じです。これよりいい景色見つかるんでしょうか。あ、レイニーな、ごばくなからの土砂降りになってホテルに帰ってきました。二人ともびしょ濡れです。ホテルからもこれ眺めやばいですね。ローカル感もあるんですけど、水もこんだけびしょびしょになっていても綺麗なのがわかります。そしてもうあっちはぼけてピントも合わないですね。はい、そして夜はこんなところに食べに来てますね。こんなレストランです。麺屋さんですね。晩御飯こんな感じですね。クイッティオみたいです。何クイッティオ、クイッティオ、クイッティオ、何あ、何洗いながら、セイム、セイム、スープのセイム、スープ、あ、洗いながら、スープが血の色みたいです。めちゃめちゃ美味しそうです。そしてテーブルもめちゃめちゃ雰囲気がありますね。それでは食べていきましょう。いや、こんなことディナーで最高ですね。おはようございます。ということで乱闘2日目の朝です。ジジイなのでめちゃめちゃ早起きしてしまっています。あの子はまだ寝ていますね。昨日夜レストランに行ったのは、実はあの子夜熱があるかもしれないということで、町の中心部のセブンイレブンに薬を買いに行った後に、その薬を飲むためにご飯を食べて薬を飲んでいましたね。今日でパタヤに戻ってしまうんですけど、乱闘最終日、果たしてどんな風になっていくでしょうか。いや、にしてもこのホテルからの風景最高ですね。朝一からこのホテルこんな景色が見れます。このホテルやっぱりオーシャンビューで、オーシャンビューの部屋4つかけるこっち側に4つで全部で8個ありますね、うん、他にも部屋があるんですけど、レセプションの人にオーシャンビューの部屋取れないか聞いてみてもいいかと思います。僕は聞いてみて満室でした。はい、ということで朝なんですけど、宿の人がブーケンビリアの花を切って花束を作っていますね。いや、こういうのもいいですね。ローカルの人こんな感じで宿に生えてるブーケンビリアを切っています。すごいいい朝です。そしてあっちには海も見えていますね。はい、ということでドライブ中ですね。この子結局熱が上がったって言ったんですけど、実際に終わっと、このように結構ドライブスリルがありますね。ゆっくり走ってもらってるんですけど、それでこの子結構熱が上がったと言っておでこを触ったんですけど、実際はそこそこ下がってましたね。薬のいい影響が出てます。この2日間この子は休みで、今日まで休みなので、今日だけこの子ちょっと昼まで遊んで、その後ゆっくり休んでもらおうと思っています。それで昼までこの子は遊びたいみたいで、最後の乱闘を楽しんでいますね。いや、それにしてもドライブめちゃめちゃ楽しいです。ゆっくり走ってるだけでも、この道沿いも楽しいです。こんな感じで乱闘をめちゃめちゃ景色が見えます。海も綺麗ですし、何よりこんな感じで、いや、女の子と離島のドライブデートやっぱりす
ごい最高ですね。こんな感じで過去回もいろいろワーク血がすごいです。こんな感じです。そしてこの子が天気も慣れてますね。ゴキドリも落ち着いて運転しています。わ、なんと山も綺麗ですね。山こんな感じです。あの山バイクでどこだろう、こっち側ですかね、バイクで峠越えをするんですけど、その時もすごい急斜面で迫力ありましたね。この子もすごいビビっていました。そしてめちゃめちゃ景色のいいとこに出てきました。ニュージーランドみたいな景色ですね。こんな感じで今ゆっくりこの子が走ってくると言ったんでゆっくり走ってもらってるんですけど、めちゃめちゃ景色がいいです。こんな感じの離島、これぐらいしか角度ができないんですが、やはりこの回もすごい密着しています。いや、離島ドライブデート最高です。というかタイの離島ドライブデート、タイ人の女の子とこんな風にドライブすると、こんな風にバイクが当たり前に密着できていいですね。そして景色も、本当になんか他の南東とかいろんなとこ行ったんですけど、ちょっと風景が違いますね。ここはこんな感じで起伏が激しいからですかね、すごい山とかも綺麗です。そして前にまたいい感じの峠が見えてきました。どんな感じの景色か、海が遠方に見えています。今からこの子と箱までドライブに行こうと思ってるんですけど、結構距離があっていい感じのドライブですね。道もこんな感じで対向車とかもいなくて、すごいドライブしやすいです。安全です。はい、ということでビーチに着きました。やっぱりビーチ音も最高ですし雰囲気も最高ですね。こんなところに木が生えてて犬が休んでますね。ここも撮影スポットみたいになってます。そしてこの子もやっぱりここで写真を撮ろうとしてます。ここにブランコがありますね。完全に映えスポット狙いのブランコの位置ですね。写真を撮ってます。そしていい感じにボートもありますね。お兄さんが手入れをしてます。こんな感じで、離島デートほのぼののんびりできるのもいいですね。やっぱり多少が合うことじゃないとこういうのんびりしたデート難しいかもしれません。こんな感じで、メインビーチの方に行くとすごい人が多いんですけど、この乱闘ビーチ多分5、6個もうちょっとあるかもしれません。こんな感じでマイナーなビーチには、いろんなお客さんもいますし、のんびりできますね。こういう離島デートもいいですけど、離島ナンパもいいかもしれません。離島に来て、一人で来てる女の子もいるのかな、ちょっと乗客を見てる限り少なかったですが、もし2人で来れるならニーカウニーのナンパとかすごいやりやすいと思います。旅行のさらに離島に来たら旅行気分も上がるので、いろんなお客さんがいます。あっちにも西洋人からと東アジア系の人までいっぱいいますね。こんな感じで、ビーチ散歩もめちゃめちゃ楽しそうです。水着のお姉さんとかもいますね。何人でしょうか。パランですね。この方もいて、すごいこんな感じで、わ、ビーチすごい綺麗です。あっちの泳いでる人とかもいて、すごい映えますね。そしてこの一緒に歩いてくれてる女の子がめちゃめちゃ可愛い女の子で絵にもなります。本当にここまで来ると人もいなくなって天国にいるみたいです。なんと小さいビーチ人少ないって言ったんですけど、こんな感じでいろいろアクティビティとか商業施設とかもありますね。でかいボートからビーチ沿いのお店まで、そしてこの陽気なタイ語もいいですね。おばちゃんと野良犬と野良犬のタイの南東の朝です。そしてこんな感じで小さいビーチとはいえパラソルとかも立ってるので、この時間日陰になってて歩きやすいです。パラソル越しの海もすごい綺麗でいいです。あ、かわいい子犬が来てます。こんな感じで犬がいっぱいいますね。この子も動物好きなので犬とくつろいでいます。かわいいですね。カンカン。やっぱり動物好きなのが伝わってきますね。かわいい。あ、かわいい。
この子もめちゃめちゃ可愛いですね、うん、お互い猫とか犬好きなので動物がいるとこんな風に触れ合えるのですごい楽しいですね。 You like dog?